ただいまラジオパーソナリティフリークサトルと時を生きる原直子です。さあ今週も JA 佐賀駅前スタジオからお送りしています。今週も別々のスタジオからですが、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあいい天気ですね。いい天気ですね今日はね。さあついに、今週は、僕と、はい、僕フリークサトルと、原直子さん、はい、はい、直子さんよそよそしいな、二人で、はい、お送りするただいまラジオがラスト。いよいよ今日のこの放送でラストです。はい、ラストにふさわしく、はい、明るく元気に似合わな、大きな声で生放送を楽しんでいきたいと思いますが、 あんまりずっと大きな声で喋り続けても、はい、多分迷惑だから、よろしくお願いします。いや気持ち悪い気持ち悪い、どうしたいきなり。いやいいですね、怖い怖い怖いというわけで、今日もね、二人でやっていこうと思うんですが、はい、今週のトークテーマも早速いきたいと思います。今週のトークテーマ〇〇愛です、うん、今週のトークテーマって1週間これでやってるわけじゃないよあ、そうか今日ね、今回最終回そうか最終回、最終回のトークテーマ、はい、〇〇愛です、ね、これいろいろありますよねそれぞれ、まあ、はい、アイス愛とか、はい、ギター愛とかね、ギター愛それぞれにありますか、なんか〇〇愛、〇〇愛ですか、これを愛してますみたいな、これを愛してる、うん、なんだろうな、これが好きだ、これが好きだ、あるでしょそういうの。はあ、なんかそう言われるとなんかそこまでのめり込んでること私ほんとないよな。カラーパーソナルカラー診断愛パーソナルカラー診断するのは好きだけど、うん、愛ではない、ちょっとそこまでいけてない、楽しいなぐらい、楽しいなですね、うん、なんだろうな、すごい好きな食べないのかよ、ありますなんか、僕ですか、はい、僕は音楽愛とか、あ、はい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 、確かに確かに、うん、説得力ある、当たり前のようにずっとやってるし、そっか当たり前のようにずっとやってることか、なんだろうな、ほんとないんだよね、なんかそういうの大丈夫か、最終回このテーマで共感できるか、皆さんからメッセージできるできる、共感はできるはず、おい、まあ、いろいろありますけどね、はい、なんかいろんな愛、うん、春の愛、なんかそれは人の名前な、大塚愛、人の名前ね、福原ね、いろいろありますけど、はい、あ、じゃあ一つ紹介しようかな、はい、クマトイレブンさんから、原さん、サトルさん、おはよう、今日で最後なんですね、あ、めっちゃあのね観覧しに来てくれて手振ってくれてる、ありがとうございます、ありがとうございます、せっかく2人の絡みが浸透してきたんじゃないかなって思ってたのに残念ですが、 NBC でお二人の声をまた新しい形として聞けるのが楽しみです。さて今日のメッセージテーマは〇〇愛ですが、ズバリラジオ愛です。うん、いろんな番組を聞いて知ってる曲も知らない曲も流れるのが好きです。なるほど、ラジオ愛、なるほどね、なかなかね、そのラジオのいいところっていうそういうところですよね、なんか知らない情報っていうのをなんか今は結構自分で調べたりとかしたらすぐ分かりますけど、うん、はい、この知らなかった情報がこう流れてきて、うん、そこで知るとか、うんうん、曲とかいうのはねありますから、ラジオ曲もそうですし、ラジオはいきなりもうなんか締めみたいなやるかしら、締めみたいなやつ来ましたねまだの始まって5分も経ってない、うん、いきなり締めに入るかみたいなありがとうございます、途中でね、うん、しょうもない、皆さんからの愛のやつが 2,3 通来てればいいな、すごい重たいやつじゃなくてしょうもない、なんやそれみたいな私は食後の爪楊枝が欠かせない爪楊枝愛みたいな、なんかそういう、でもそういうのならあるかも、確かに、あ、そういうのならあるの、そういうのならある、そういうのでいいのよ、あの歯磨きした後の中の糸が好き、あ、糸楊枝みたいなやつ、そう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 、あ、フロス愛、それで思い出した、デンタルフロス愛、そう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 、あれバリ落ちるんや、絶対ないやろそんなデンタルフロス愛はないやん、だって爪楊枝でもいいって言ったやん、デンタルフロスに愛があったら、うん、それ愛しまくっとったら、うん、デンタルフロスであの磨いた後にそのデンタルフロスもう一回洗って干すぐらいやだね、それやだ、そのぐらいもうなんか捨てるのもったいない、愛しすぎてみたい
や違うよ、私愛情があるからちゃんとその役に立ったものに対してはありがとうって言って捨てるけど、あ、ありがとうって言って捨てるんや。捨てる。ちゃんとあれ土葬する、ちゃんと土葬。いや、そんなゴミ箱にペーって捨てて、もうなんかゴミ処理場へとかじゃなくて、ちゃんとなんか土に埋めてこうありがとうありがとう今まで。フロスもそこまでされたくないわ多分。手紙書いたことある？ちゃんとフロスに、フロスへ、フロスへ。分かった、今日書きましょう。じゃあ私が、怖っ、読んでよちゃんと。それはそれで怖っ。フロス愛書くけ。それはそれで怖っ。いつも食後私の口をすっきりさせてくれてありがとう。ありがとう。うん、そしてありがとう、うん、いつも毎日寄り添ってくれてありがとう。おう、これからもずっと一緒にいようね、ナオコ。捨てんやん、それやっぱ一緒にいるに。そっかそっかそっか、あれ怖っ。使用済みフロス取っとく女になるけど大丈夫？気持ち悪、気持ち悪。使用済みフロス取っときますけど女になるけど。あ、じゃあ君と過ごした思い出は忘れないよ。なんかフロスに君とか言うのちょっと気持ち悪いんだ。書かせたの誰？さあ、そんな皆さんからの、はいはい、さまざまな、そんなこんな気持ち悪いやつは送らなくていいですよ。まるまる愛、はい、ね、まるまる愛。もうね、僕は最初に冒頭で、ね、春の愛とか結構しょうもないこと言ったんで、そういうしょうもないやつはちょっと省いていただいて。お願いします。うちらが喋るのが一番しょうもない。 ありがとうございます、はい、皆さんは素晴らしいメッセージが届いてますので、はい、後ほど紹介したいと思います。さあ、引き続きメッセージ募集しております。メッセージはファックスまたはメールでお寄せください。はい、ファックスは 0952-255650 です。メールは NBC ラジオ佐賀ウェブサイトからお待ちしています。オープニングナンバーは大橋トリオでミルクとシュガー。さあ、それではメッセージをご紹介したいと思います。いきましょう。今日のテーマは〇〇愛。はい、吉原茂さんからいただきました。ありがとうございます。サルさん、ハラちゃん、おはようございます。おはようございます。ただいまラジオフライデー最終回お疲れ様です。お疲れ様です。最終回最後のテーマはほにゃらら愛とのことですが、はい、考え抜いた挙句思い浮かべたのは、ジャンクフード愛です。ジャンクフード愛。もともとは節約して腹いっぱい食べれるのはないかと始めたのがきっかけですが、はい、美味しくご飯が食べられるならといろいろ試して現在に至ります。そうかといえば、私は太っているわけではなく、身長175センチ、体重54キロと痩せ型体型、ちなみに最近のおすすめは油の代わりにマヨネーズで炒める豚キムチが超絶うまいです。やめられませんね。一度はお二人の漫才のような掛け合いを生で見たかったのですが、てんてんてんというメッセージいただきました。すごいジャンク。マヨネーズで炒めちゃうんだって。すごいね。私もやるけど。175センチ身長が終わりになって体重が54キロだそうです、ね、めちゃめちゃ細いね。ね、シュッとされ、シュッとしてるっていう言い方って合ってるのか分かんないけど。いや、合ってないと思う。ジャンクフードが好きなんだって。運動とかされてくださいね。マジ心配。確かに。ここでマジ心配。豚キムチってジャンクフードなんですか？ジャンクフードではないけど、そのマヨネーズで炒めるっていうのはすごい気になった。油の代わりにマヨネーズ。すごいね。うん。美味しいの？そのマヨネーズで私もやるって言ってたけど。あ、美味しい美味しい。油入ってるから。そういう時は油引かない？引かなくて大丈夫ですね。そっか、豚バラ？豚キムチ？豚キムチ？は、あ、豚バラとか、うん、豚肉？油もめっちゃ出るしね。そう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 。だからなんかあの卵？はい。スクランブルエッグとかもマヨネーズ入れられる？はい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 。じゃないですか？はい。私あの結構マヨラーなんで。あ、マヨラーな。結構食べますね、マヨネーズ。知らなかった。そうなんです、意外だから。吉原さんと食の趣味が意外と合いそうです。のにやっぱ細いんだね。マヨラーの人ってすごい、うん、さあ、うん、全然なんか食べても太らないみたいな人めっちゃ多い、ね、そう考えたら。た、私、うん、食べても太らない、食べても太らないみたいな。なんなんだろうね、あれかもしれない。なんか
わかんない、本能的にカロリーを摂取しようとしてるのかもね、逆に。あ、逆に逆に足りてないから。朝食ですね。あ、じゃあちょっとその限られた量で、そう限られた量でいたれいみたいなことやろ。カロリー摂取したれみたいな感じなんかもしれん。じゃあ次ちょっといいですか。はい、ともしげさんからいただきました。丸々愛、やっぱりサトルくんとハルちゃんでしょう。お二人に生で初めて会ったのは2020年の6月26日、結構前だな。JA 佐賀駅前スタジオでウォーキングで11キロ痩せたメッセージでした。その後もスタジオにお邪魔するたび、はい、ありがとうございます。写真やサインをしていただきありがとうございました。ありがとうございます。またお二人で番組をやってほしいです。新しい番組も必ずメッセージしますのでよろしくお願いいたします、だそうです。ありがとうございます。いや、メッセージめちゃくちゃいいんですけど、何ですかその読み方。いや、なんか全然ともしげさんっぽくないじゃないですか。ともしげさんすごい開業されてたので、なんかそういう感じで読んだ方がいい。呼吸をね、うん、ありがとうございます。本当にウォーキングで11キロって相当ストイックだよ。そうね、写真やサインしていただきありがとうございました。お二人で番組をやってほしいです。これはね、僕たちへのメッセージというか、うん、NBC ラジオ佐賀さんへのメッセージですね。本当ですね。それはリクエストですね、これは。はい、あのただいまラジオ宛てというよりは NBC ラジオ様って書いたやつに送ってください。うん、そして新しい番組も必ずメッセージしますのでっていうところはね、ちょっと気になるところですけどね。ハラちゃんの方にするのか両方してくれるのか。いや、両方してくれるでしょう。両方してよ。これで来なかったら寂しいね。うん、みたいな、私の方来てないけど。そういえばなんかあの時めっちゃメッセージ読んだけど、ともしげさんっていう人から来てないなってなる。楽しみだね、これは。そこだけちょっとね、すごく気になりました。あとすっごい現金なやつ来ました。なんだ。丸々愛ですが、いろいろ考え、なんですか。いや、なんでもない、どうぞメッセージ。なんこれ、当てちゃったらすごく面白くないパターンになるかもしれんけど、うん、じゃあどうぞ。お金。丸々愛ですが、いろいろ考えた結果、これはもう正直にお金愛でいます。ドライブの旅行が好きなんですが、お金がいるのでお金を愛して趣味を買います。うん、あ、わかる。お金ね、そういう観点で行くなら私もお金だな。あ、お金と時間かもしれない。お金愛と時間愛。てかむしろさ、時間はさ、はい、時間はその何にも買えないみたいなこと言うやん。うん、時間はお金で買えるよね。そう、そうなのよ。移動手段とかタクシー乗ればビュンだし、うん、新幹線乗ればビュンだし、そうそうなのよ。自家用ジェットならもっと早い。でも俺最近思うんやけどさ、はい、その実感はお金で買えるけどさ、あの健康と、その健康というか、まあ、体とか、うんうん、お金で買えんよね。そうね、まあ、健康、食生活とか、うん、なんかいいものを取るみたいなのとかやったら、うんうんうん、お金でをかければ、うん、まあ、いいものを取り入れたりだとか。そうね、ある程度ね。やっぱ運動はさ、うん、どうしても時間かかる。やった分だけ返ってくれない。はい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 。運動お金で買えんくない。だって結局ジムにさ入会したりとか、うん、パーソナルとかさ、はい、あれお金払っとうけど結局やるかやらんかや、うん、確かに自分がやるかやらかってことね。うん、あれはあれ、なんかあのペッて貼るだけでさ、電気が流れて、 あの運動したのと同じ効果が得られるよっていうやつは、あれは腹筋マシーンみたいなやつね。あ、そうあれはどうなんやろ。あれはお金で買えてますね。買えてるよね。あれは買えてます、さすがに。やっぱあれは時短になるけど、けどあれってもう何も動かずして筋肉を微電流っていうんですか、うん、低周波電流でピクピクさせてるんですけど、うん、はい、あれすごい効果あるんですよ、うん、実際。うん、いいじゃん。多分なんか分かんないけど、うん、でももうめちゃくちゃ重たいもの持って自分で運動して、うん、毎日腹筋してる
刺激の方がやっぱその脳的には強いらしい。なんかさ、やっぱきついことやってるとか動いてるっていうのを脳が認識して、うん、その筋肉は壊れ出すらしいから。そうなんや。うん、なんかあ動いてるんだって思うやん。なんかすっげえ疲れたことしたら、うわ今日疲れたわ、だってあれとあれとあれしたもんなって、うんうんうん、振り返ったらすごいどっと疲れるやろ、うんうんうん、とか、なんかあの風邪ひいてるのに、熱測ってめっちゃ熱出たのを確認して、うわ具合悪ってなったりする、うんうん、あそういうこと。そのぐらいあの単純なよね、人間の脳。はー、だからその筋トレしてる時とかも筋肉を鍛えてる部位をめっちゃ見て、なんかうわ筋肉いじめ抜いてますみたいなことをなんか思った方がすごい筋トレは効果が出るらしくて。へー、その分何にも動いてないやん。あなんかピクピクしてるわ。ピクピク系はね。でもピクピクにじゃあ神経集中させりゃいいってもんじゃないんやかね。だから神経集中させよそう、させればいいんや。ペタン張ったところずっと見て、こうずっと見てピクピクしてる。よし来てる来てるもうそこまでやるならもう本当運動しようって気持ちになるね行け行けジムってなるよねそれながらでできるのがね、その、うん、それのいいところ、ね、いいはずなのにね。来てるピクピクしてるのをずっとじっと見るみたいなああ本末転倒やな、そんな僕はそういうやつすごい欲しいですやってみたいよね。楽したい。さあ、ここで一曲お届けしたいと思います。ゆきでクライマークライマー。さあメッセージご紹介します。はい、ピンキーちゃんからいただきました。はい、ほにゃらら愛、愛犬愛とラジオ愛です。愛犬愛ラジオ愛、愛犬愛ラジオ愛、はい家に帰ると愛犬がいるので顔が緩み心も癒されています。ラジオは仕事でずっと聞いているので楽しく仕事ができています。ラジオなしでの仕事になると仕事の効率的にも上がらないと思いますって。やっぱラジオ聞きながらこうお仕事をされる、うん、まあどういう職種かのも気になるんですが、うん、多いですよ ね。なんかさ、はい、飲食店もそうなんですけど、なんか僕あのサロン、はい、なんていうんですか、その美容室的な、うんうん、美容室なんですけど美容室とかでもずっとラジオ流してる方とかいるじゃないですか。あそうなんですか。だしそのいろんな例えばマッサージ、はいはい、とか行った時もなんかラジオをかけてとか、なんか結構ヒーリングっぽいミュージックを、うんうん、奥の方で鳴ってんだけどラジオもかかってるみたいな。そうなんや。でもなんか聞いちゃうもんね、やっぱそう考えると、うんうんうん、なんかそういう方々のねこのお仕事の、後押しというか、ね、お供に、お供になっているところはすごく嬉しいですよね嬉しいですね。あのあれかな、農作物とか手入れとかされながらとかね、はい、聞いてくださってる方もいらっしゃるかも。なんかまあ僕のねあの声はちょうどそのなんか周波数的には害虫をね、寄せつけない声と言われてますか。嘘でしょ。はい、嘘です。嘘ですけどでもそんな声あったらめっちゃいいよね。うん、このパーソナリティ虫はあんまり見ないですね、うん、家でも。あ、なるほど、自分家にも出ないから、うん、きっと、うん、きっとそうですね。声が家でもずっとあーって言ってますもんマジ近所迷惑あーってまあでもそれだったら感謝される人になりたいですね。感謝ボイス、感謝されボイスになりたいですね。僕も、でも僕も誰、僕も誰、誰と含めて誰が感謝されボイスなんですか、うん。虫が嫌いってことはちょっとそれ人間も嫌いな可能性高いよ。あ、害虫駆除スプレーもほらね、聞いてないじゃん、料理を守らないとさ。いやそれ害虫で思い出したんだけどさ、はい、害虫で思い出したんだけどさ、はい、この間その台風が、はい、その九州に来たじゃないですか。ですね、あのすごい直角に曲がって福岡県に上陸しましたね。僕結構その住んでるマンションが、うんうん、まあその10階以上というか、う結構高層なところにあの住んでまして、その時あのなかなかそこには、G の方が出ることってなかなかないじゃないですか。そんな高層に G は出ないですよね。でエレベーター降りたら行ったんですよ。やば、台風の時、うん、これ先週話してないよね。これ話してない。そのびっくりして、え、いいんじゃん、
こんな高層階にって思って、それなんかこう聞くところによると、こう噂ですよ、こう本当の情報か分かんないですけど、はい、なんか予知できるらしいんですよ、 G は。 G は、うん、台風来るのが、災害とかが、はいはい、ね、大雨が来る時とかに、そう、安全なところに避難したがるらしくて、それで高台に来てるらしいんですよ。そう、本当かどうか分かんないよ、ね、うわっと思って。だって日頃出ないでしょ、もちろん出ない出ない。これさ、私もいい、うん、私も比較的高層階に住んでるんですよ、はい、で去年のリスナーの皆さん、これ自慢です、はい、いやこれ自慢ですよ皆さん、はい、何がこれは自慢です、比較的高層階に住んでいるっていう自慢です皆さん。いやいや、自分も高層階に住んどるやろ、はい、たまたまです、家賃一緒です、はい、いやいや知らんやろって私の家賃。去年 その大型台風が来た時あったじゃないですか、はい、もう超大型って言われてる時、ね、みんなが養生テープを買いに走った、ね、そう走った時、はい、あの時に私もベランダのものとかを全部家の中に入れて、はい、それを台風過ぎ去った後に片そうとしたら、うん、そこに住んで数年初めて G が出ました。だから分かるんだよ本当 G は。でしょ、うん、逆にその台風とかじゃなくて、うん、その高層階に僕その出たらなんかあるかもって思ってしまう。あーなるほどね、とか何かあるから。普通に僕はその 家に G が出た時に、うんうん、なんかうわ出たとかじゃなくて、なんかあんのかってそっちが気になっちゃいますもん。その自然災害的なね、これは今後なんかあるぞしかもそれは別になんか自然的なものじゃなくてはあ、はあ、なんか普段さその気使ってるやん、出ないように気使ってるんですよ、いやそりゃそうでしょ、すごく、はいはい、のにもうここまでしてるのに出るってことは、俺このなんか不穏な空気を感じてしまうんですよ。あ、予知するために G が登場してくれてると。そう、おだからそういう時はもう G をねそっと抱え上げて知らせてくれてありがとうって言いますけどね、手で。そうでしょ、両手でこう抱え、絶対嘘でしょ、 G をありがとうねって言って言いながらちょっと肘の方にちょろちょろって言った。いやいや怖い怖い怖い、やば、ありがとう、尊いですよねやっぱりうんと言いづらい、うんと言いづらい。さっきの普段塾さんの曲名にちょっと引っ張られたとかありますけど生きてるだけでね、はい、どの命も尊いですけど、はい、尊いですよ、尊いんですけど、ちょっと引っ張られました。そういう時にサトル君のボイスを部屋で流せば、いやその時はもうお互い共存、そっと口を紡ぐよ、うん、なんでよ、不快に思われたくないから。あ、G に？そう、そういう時はわざわざ来てくれてありがとうね包んで包んで差し上げる。誰に？いや、その G を。あ、包んで差し上げてそっと逃がしてあげる、ありがとうね、うん、気をつけるよって言いながら窓の外へファです。なんでこれこうなったんだっけね。皆さんの丸々愛まだまだ募集しております。はい、はい、メッセージたくさんいただいてるんでね、また後ほど紹介していきたいと思いますよ。はいこの後は、はい、ゴーマルニュースをお送りします。時刻は10時40分です。 JA 佐賀駅前スタジオからお送りしています、フリークサトルと原直子です。さあメッセージ紹介していきたいと思います。はい、今日のメッセージテーマ、〇〇愛なんですけれども、ラジオネームヒロさんからいただきました。世界一イケメンで世界一優しい、オーラ全開で世界一可愛く、世界一綺麗で、美声で美脚で笑顔いっぱいの花ちゃん、おはようございます。おはようございます。俺が抜けてると私は愛犬ポナ、そして、ポポ、そして愛猫ナナ愛です。3匹とももう保護しました。ほう、家族の一員ですという。わあ、ペット愛ですよ。ペット愛はね、もう本当に私ペット飼ってないけどペット愛あるもんね。どういうことペット愛分かるは分かるけど、飼ってないけど、うん、飼ってないけどあるって、ある、愛はある、ない、愛がある、ないやん、いないんだよね。そう、
怖っ。でも愛はある。怖っ。怖っ。そうだけど、あの詳しく聞こう。インスタとかでさ、今、はい、こう自分の飼い猫ちゃん飼い犬ちゃんとか、まあインコとか何でもだけど、結構上げてる人いるじゃないですか、うん、はいはい。もうやっぱそれって飼い主のフィルターがかかってるから、あ、相当ペット愛にあふれた動画がいっぱいあるじゃないですか。あ、それを見て私もあの愛を育んでます。愛があると。はい。ここ。ここ。いやいやいや。はい。あなたのじゃないよ。いやそう、そうなのよ。そうなんだけど。怖い怖い怖い。今日も可愛い。それは別にその犬に対して、はい、犬とか猫に対しての愛でいい。それペット愛じゃない。その我が子ではない。うん。怖怖。いや違うよ。なんか犬猫可愛いなじゃなくて、なんか、うん、もうあの我が子のような目線で見る。あー、やめてください。やめてください。可愛い、今日も可愛いね。それあれよ、なんかその人の旦那もうなんか私の旦那みたいな状態よそれ。あー今日もあの人かっこいいっていう、うん、なるほどね。人の旦那を見て、あー かっこいいわー私のってなってるのと一緒。いやいやいや、怖っ。思想怖っ。思想じゃないし。怖いわ。でもそう言われてみたらそんな感じやね。そうでしょ。怖っ。その男性に対してかっこいいだけじゃない、はいはいはい、なんかそれを、いやもうなんか私の旦那かもみたいな。え、私怖っ。あのカップルチャンネルのあれでしょ。そうカップルチャンネルのその男を映してる女のフィルターを通して見てる男を見てあ、かっこいい、あ、かっこいい、マキオンかっこいい、私の彼氏かっこいいみたいな。こんわ。私こんわ。ねえ、ああギリギリのとこで僕が止めることができました。ああ、よかったです。ありがとうございます。そしてジャムお兄さんからもいただいております。テーマ〇〇愛ですね。最後にこれを言わなくて何を言う、もちろん原直子愛。ありがとうございます。名前が2つみたいになってますけど、原直子愛。確かに、ね、どっちやねんっていう、名前どっちやねんみたいな状態になってますけど、ありがとう。大丈夫、それコンマのやつじゃないですか。大丈夫かな。原直子さん、ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。パーソナリティをしていなければ投稿することにも挑戦していなかったでしょうし、はい、あ、なるほど。原直子さんの相方がサトルさんでなければ、うん、フリークの音楽を知ることもなかったでしょう。そうだよね。残念ながらサトル愛は芽生えませんでしたが、いや、いいんだよ、いいんだよ。もうなんかその残念、こうサトル愛は芽生えませんでしたがってこういじってる時点でちょっとサトル愛ですからね。ちょっと気まぐれな原直子さんを上手に話させてくれてありがとうございました。そう、僕の腕です。サトルさん、体に気をつけてこれからも活躍ウォッチしていきたいです。原直子さんはいつでも、いつも通りよろしくお願いいたします。はい。改めてラジオ楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。よかった。今後も僕の活躍をウォッチしてください、はい、見られてますよ。ありがとうございます。あ、サトルくんかっこいいな。あ、今日もサトルくんかっこいいな。いや、そういうことじゃない。そっちじゃない。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいですね。でもあのお互いのファンの方がお互いのそのなんか、私だったらサトルくんのファンの人が舞台見に来てくれたりとか、あー、そうですね、音楽聴きましたとかいう方も結構いらっしゃるから、それは嬉しかったですね。ですし、なんか、うん、なんていうんですか、この番組を通してこう原ちゃんとちゃんと話すようになったじゃないですか、はい、でそこからこう時を生きるの舞台を僕もちゃんと見させてもらうようになったりとかして、そこであの今まではこういうことをやってる方みたいなのを、うんうん、あの遠くながら知ってはいましたけど、うんうん、改めてこう時行きのこの舞台とかでファンになりましたね、うん、いや嬉しい、ありがとうございます。舞台超面白いし、だからまたこうね、このラジオの関係が終わっても、はい、終わったとしても、はい、時行きの舞台には行かせていただこうと思いますので、私の生写真を買い占めていただきたいですね。それはちょっと違うな。買いますけど、じゃあ。やった、うん、いや、それやだ、やっぱやだ。買いますけど。いやや、生写真持って帰るとか想像したら嫌や、うん、なんか買っちゃったなみたいになっちゃうんですけどね。引き続き頑張っていこうと思います。ここで一曲お届けしたいと思います。フリークで Can't Stop Loving You。さあ、それではメッセージご紹介したいと思います。行きましょう。顔なしさんからいただきました。はい。
サトルくん、ハルちゃん、おはようございます。おはようございます。そして1年半にわたるラジオお疲れ様でした。はい、今日のテーマ、たくさんの愛があり迷いましたが、はい、愛食愛です。愛食愛、愛食愛、はい、なんですか、愛食、愛食愛、はい、愛に食が挟まってますね。毎日の生活の中で食べることが一番大事、大好物となるとモチベーションも上がり、食べれることが健康のバロメーターだと思います。はい、体調崩した時24時間飲食禁止を経験しましたが地獄でした。そんな時にやっぱり食べれる幸せを痛感します。まだまだコロナ禍ですがご自愛ください。毎週金曜日お楽しみの時間をありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。顔なしさんは真面目な方ですね。ん？僕たちが、はい、まあ、僕たちがというかこう番組がですね、はい、〇〇愛って言ったばっかりに、うんうん、ぶっちゃけ、僕は僕の愛食はみたいな、もう愛で挟まってしまうっていう、 こう無理強いなこう単語を作らせてしまいました。僕たちのせいで。本当ですね。〇〇愛にしたばっかりに〇〇愛にしなければならないというルールをちゃんとね、ちゃんと聞いてくれてるってことですよ。愛食愛っていう、なんかもうなんかよくわかんないね、単語をね発生させてしまった僕たち、大変申し訳ございませんでした。申し訳ありません。ね、サトル君は毎回メッセージのテーマを勝手に変更していましたけども、うん、そんなこともなく顔なしさんはすごいね。ありがとうございます。もう本当になんか〇〇愛っていうか、なんか愛食があるんですけどとか書いちゃうもん俺だったら〇〇愛っていうか無視して、うん、いや真面目な人が多かったな。メッセージですか。うん、素晴らしい人間性の持ち主の方ばっかりです。リスナーさんはね、はい、リスナーさんはね、はい、はい、反面教師かありがとうございます。本当にありがとうございます。メッセージ皆さん、さあこの時間は R&B フリークの私サトルが展開するコーナー、フリークサトルのただいま R&B タッグ。 OK、 ありがとう、ありがとう。わあ、これもラストかな。ラストラストさあ、皆さんに聞いてもらいたい、R&B、 そしてハラちゃんを R&B フリークにするべく紹介していきたいと思います。はい、今回紹介するのは、ジャパニーズ R&B の、期待の星、向井太一。向井推しすぎ推しすぎ、うん、向井太一俺推しすぎ2回目かな。そうですね、はい、ちょっと最近新曲が、リリースになりましたのでそれを紹介したいと思います。うん、これなんか俺レーベルに頼まれてるんかみたいなねお金もらってんの。全然ないですよ本人からも別になんか紹介してくださいとかないですよ全く、うんうん、ただすごいめちゃくちゃいいなって思った曲だったので、ご紹介したいと思います。今回の楽曲はセレブレイトという曲なんですけれども、うん、プロデュース、そして、まあ、向井太一自身が、まあ、制作に携わっているのはもちろんのこと、うん、今回、サウンドをメイクしたのはシン・サキュラという、シラップとかを、うん、手掛けている、ギタリストでもあり、コンポーザーでもありビートメーカーでもある、うん、シン・サキュラが手掛けたということで、めちゃくちゃかっこいい楽曲になってるので、最後の R&B コーナー、こちらで、ね、締めたいと思います。はい、ぜひ聴いてください。向井太一でセレブレイト。さあ聴いていただきました、向井太一でセレブレイトでした。はい、いやいろんな曲を紹介してきましたねこのコーナーもね。そうですね、さっきねあの R&B コーナーにもちょっとメッセージというか、すずめんたまごさんからいただきました。サトルさん、ハラちゃん、おはようございます。おはようございます。なんで3週間なの、なんと寂しい気持ちの1週間でしたありがとう。令和2年、4月3日金曜日晴れ、その日からすごいな、毎回楽しい放送ありがとうございました。R&B 勉強になりました。ムーディーな朝が過ごせました、ずっとサトルさん愛、ハラちゃん愛で、今後の放送を楽しみにしています。これからも頑張ってくださ い、ありがとうございます。いろんな曲を紹介してきましたけれども、本当ですね、ハラちゃんのなんか思い出に残ってる曲とかありますか。思い出に残ってる曲ですか。なんかこのコーナーなんか曲っていうかこの人の名前は覚えたっていう人。めっちゃ覚えたよ。覚えたかどうかわからんけど。あ、覚えてないな、これ。いやいや、ジョデシでしょ。おお、すごい。
ボーイズトゥーメンでしょ。すごいね、覚えてたでしょ、うん、だからそのなんか R&B とか聞くみたいな話になった時に、はい、誰が好きなのって言われたらもう言えるね、すぐスッと。ジョデシ、もう私はジョデシとかですかね、うん、って言われたら渋ー言われる渋ーってなる。オッケーオッケーオッケー、言える言える。だいぶなんかコーラスグループとか誰が好きなんですか。コーラスグループボーイズトゥーメン。おお、それは本当に好きなやつだもんね。あ、うん、あ違うの。いやでもこのハラちゃんを R&B フリークにするべくっていうところはね、なんとかクリアできたかもしれないですね。いやだいぶね、私も本当に聞かなかった分野だから、最初なんかどういう聞き方していいかもわからないし、そのとっつきの突破口がやっぱわかんなくて、紹介してもらって、あの自分のそのフォルダーにおおよそ入らなかったであろう曲がたくさん入ったので、よかったです、はい、いやよかったです。うん、ただなんかあのすごい、どの曲覚えてるって言われて一番覚えてるのは、なんかやたらミュージックビデオがセクシーだったやつしか覚えてない。まあまあ印象に残ってるってことですね。印象に残ってる。いいじゃないですか。、はい、いやありがとうございました。ありがとうございます。じゃあこれで締めたいと思います。以上ただいま R&B トークでした。ただいまラジオ。さあメッセージ紹介していきたいと思います、はい、ラジオネーム翔太郎さんからいただきました。美しい原さん、サトルさん、おはようございます。おはようございます。サトルさんの春な愛、原さんのフロス愛、素晴らしいです。いや違う、なんか俺のちょっと違うな。本当に春なって人好きみたいな、春な愛、春な愛みたいなって、今週のテーマですが、自分はキャップ愛。あ、諸事情で坊主に近い髪をしているので、はあ、出かける際には欠かせないです。気になる諸事情。諸事情気に、今日あの坊主に近い髪を好きでやってるとか、はい、じゃなくて諸事情って何。そこが一番気になっちゃうね。キャップ愛じゃなくて、あ、何諸事情って。諸事情なのよ、坊主に近い髪をしてるの諸事情。何、なんかあの頭の上でひな飼ってるとか。どんな事情それ。怖いって。一時期20個以上持っていたのですが、最近は気になったものを数個ローテーションで被っています。わかるわ、なんかうわーっていっぱい買うんだよね。いっぱい買っていっぱい試して結局2個ぐらいを回すんだよね。なるほどね、気に入ったやつばっかりになっちゃうよね。わかるわ。そして、はい、匿名ただの係長さん、サトル君、ハラちゃん、おはようございます。先週のただいまラジオエンディングを聞いてびっくりしました、はい、テーマ〇〇愛、やっぱりただいまラジオ愛です。サトル君にはラジオネームのことでツッコミを入れられたり、ハラちゃんには別番組でラジオネームを考えてもらい、最後の最後までありがとうございました。番組なくなるのは寂しいですが本当に楽しかったです。新しい担当番組も頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。ねえ、いじるしかないもんね。だってこんな匿名ただの係長、ね、しかも匿名ただの係長ってこれ言葉で言ってますけど、みんなあの匿名係長のやつの、はい、うん、あの匿名の特別じゃないですからね、はい、あの名前は伏せておいてくださいの匿名の方ですからね。そうそうそう、そうなんです。伝わりづらいボケしやがって。いや最後だからそんな口悪くない。伝わりづらいボケしやがって。さあこちらはですね、いとしのまゆみさんからいただいてます、はい、今日でただいまラジオ2人での放送終わりですね、はい、毎回メッセージを送るの頑張りました。ありがとうございます、うん、今日のテーマほにゃらら愛でしたね。私はもうこれしかないです。サトルくんへの愛ですかね。ありがとうございます。毎回ラジオ見に来てサトルくんの姿見るだけでも元気もらって頑張れました。ありがとう、はい、これからも頑張ってね。2人とも毎回聞いてて楽しいラジオありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。よかったです。今日いつもね、あの、うん、原ちゃん愛っていうのばっかり来てて、うん、サトル愛がねいつも来てなかったんで、いやいやいや来てる来てる、安心しました。
まだ来てますよ。塩塩みろみろさんから来てますよ。あ、本当ですか。サトルさん、原さん、おはようございます、うん、最後のテーマは〇〇愛ですが、やっぱり私にはこの愛しかないです、うん、それは大好きなフリーク、大好きなサトルさんへの愛です。ありがとうございます、今年でフリークは解散してしまいますが、はい、フリークと出会い大好きになってからたくさんの愛をいただき、たくさん楽しい思いをさせてもらいました、うん、この先も変わらずずっとずっと大好きだし、それぞれの幸せを願って永遠に応援しています。ありがとうございます。結局一度も観覧に行けなかったのが残念でした、涙。でもこの1年半毎週メッセージを考えて送るの楽しかったです。いつも読んでくださり、そして先日はお誕生日おめでとうハートを言っていただき本当にありがとうございました。サトルさん、原さん、お疲れ様でした。ありがとうございます。めちゃくちゃいいメッセージあるじゃないですか、サトルさん愛のやつ。伏せてたの。いやいやいや、あえて読まなかった、ね、いやいやいや、今読んだ。本当？今読んだじゃん。本当に？いや本当って今読んだよ。そっか、すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。こちら、ラジオネームタコパさん。お、サトルくん、ハラちゃん、おはようございます。おはようございます。最後の〇〇愛はただいまラジオ愛です。お、毎週金曜日はとても楽しみに聞いていました。もうサトルくんとハラちゃんの楽しいやり取りが聞けないと思うと寂しくて、一方的な愛でしたが、失恋した気持ちです。そんなに、残念でたまりませんが、これからもお二人はそれぞれ活躍していかれると思います。どうぞお体に気をつけて頑張ってください。そうです、ありがとうございます、すごい、たくさんいただいてます。まだいける、まだいけるね、よし、東京の美穂さんからいただきました。はい、サトルくん、原ちゃん、おはようございます。おはようございます。今日少しムシムシしますね、はい、さて今日のトークテーマが〇〇愛とのことですが、はい、私の〇〇愛はただいまラジオ金曜日愛、そして、うん、佐賀愛です。うん、ただいまラジオ金曜日が始まって一度しか来たことがなかった佐賀にたくさん来れて、はい、メッセージもたくさん読んでいただきありがとうございました。始まったばかりの初々しいお二人から色気が増したサトルくん、はい、そして女性らしさが増したハラちゃん。何どうしたの、どうしたのそれ。声かいてるの。途中何があったの俺ら。わかんない。男と女の関係になってるやん。何そういう関係みたいな感じになってるやん。お二人の掛け合いが楽しく終わってしまうのが寂しいし悲しいですが、うん、今後のお二人の活躍も楽しみにしています。スタッフの皆様も1年半お疲れ様でした、うん、ただいまラジオ金曜日大好きです。語弊あるな、やっぱ。いやいや、納得いかんな。途中からういういしい二人が途中からなんか色気を増した、そしてみたいな、女性らしさが増してるらしい。なってないよ、色気も増してないし。その時は仲良くはなったけど、男女の関係なのよ、それはもう。そう見えてるみたいですよ。なってないよ。そこは。あとスタッフの皆様お疲れ様でしたということなんですけれども、うん、スタッフの皆様はこれからも仕事はあります。そうですね。はい、確かに。ディレクターのね、はい、色気はちょっと増した気がしますけど。そうですね、最近パーソナルカラーを身につけたので、そうそう、似合う T シャツの色を着ていることが多くなりました。似合う T シャツの色を原ちゃんがはい、おすすめしたからね、はい、そこはちょっとそのパープルが似合ってるんです。増した気がしますけどね、はいはい、それはあるかもしれないですね。さあ、また行きます。いいですか、はい、ウキハのナナシさんからいただきました、はい、原ちゃん、サトルくん、いよいよ最後の生放送ですね、はい、最後のテーマ〇〇愛、やはりただいまラジオ愛ですよ。途中から聞き始めたただいまラジオでしたが、うん、ほぼ毎回メッセージを読んでいただき、うん、ありがとうございました。お二人の楽しいトークが聞けなくなるのは寂しいけれど、お二人の担当する番組は必ずメッセージしますね。ありがとうございます。またお二人の番組復活するといいですね。はい、またプレッシャーのメッセージいただきました。僕たちにはどうすることもできません、はい、NBC ラジオの上の方が聞いてくれてるととっても嬉しいです。上の方って言い方やめに。上の方って言い方、大人の方が聞いてくださってると嬉しい。これ僕の、あれなんですけど、そのオンエアさ、はい、終わってもとかさ、うん、こうオンエア始まる前とかもさ、はい、こう収録があったりするじゃないですか、はい、その時の掛け合いもまあまあおもろいよ。あれね、いつか流したいなと思ってたんですけどね、終わって控え室行ってさ、今日さみたいな、あれあったやんみたいなの話、これも乗せてと思うもんね。
やればよかったよね、アフタートークとかね。そうなんですよね。アフタでもアフタートーク撮りましょうで撮られたら多分やんないんだよね。そうなん、そうなんよ。終わってしかもディレクターさんもスタッフも誰も聞いてない2人の話とか結構おもろかったりするのにね。なんか寸劇やってるんですよね、うん、ギリのやつとかもあるしね。あれはね、流せるギリのラインとかもあるしね。あれ公共の電波には載せられないやつだったね。あ、今度やるときは、はい、朝ももちろんすごい楽しかったんですけど、はい、なんかちょっと夜とかね。うん、だからそのこう今はさ、コロナ禍ですから、はい、なかなかそのイベントとかもないですけど、うん、そうですね、こう番組を飛び出したこう NBC ラジオ佐賀さんの、うん、イベント主催イベント、はい、とかでこう2人に MC が復活したら、まあちょっとなんか変なこと言うよ変なこと言うよを目標にしちゃダメだけど、それ回収せないかんの私やろ、うん、変なこと言うよ進行の妨げ、はい、もう1ついけるかな、いきましょう。ともみさんからいただきました。サトルくん、はるちゃん、おはようございます。おはようございます。今日のテーマは〇〇愛ですが、はい、私はフリークと出会ってからフリーク愛、サトルくん愛が止まりません。ありがとうございます。私の活力源です。これからもフリークの音楽を聴き続けることに変わりなく、サトルくんのこともメンバーのことも応援します、うん、あとただいまラジオ愛もありました。リアタイはできませんでしたが、サトルくんとはるちゃんの絶妙な掛け合いがとても楽しかったです。数えてみたら80回ほどメッセージを送ってましたよ。でもそれでも今日で終わってしまうのはとても残念ですが、お二人の今後の活躍願ってます。1年半本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、いや嬉しいですね。ありがとうございます。本当にさあ、もう次はエンディングですけれども、うん、エンディングもね、なんつうかご紹介していきたいと思います、はい、ではここで1曲お届けしたいと思います。ミレーでクロージングナンバーは夜なおでごきげんようさようならをお送りしています。さあ今日もね、もう何回もお伝えしておりますけれども、はい、改めてお知らせということでお伝えしたいと思います、はい、NBC ラジオは佐賀県と長崎県の2つの県域放送局として一部を別編成にて放送しておりましたが、はい、10月より全ての番組編成を統合し同一放送になります、うん、ただいまラジオ、はい、1年半お付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。さあ来週からなんですけれども、はい、来週から私はですね、はい、引き続きこの時間に朝からという番組で現在土曜日のラジオキングを担当している青木里奈ちゃんと、あと長崎から同じく土曜日のラジオ45を担当している神谷来祖勇さんとパーソナリティを務めます。はい、そして僕は毎週水曜日、午後1時から放送する昼からを担当し、JA 佐賀駅前スタジオから、長崎のスタジオにいる笹野ひろみさんと、2人でお送りする形になります。はい、はい、まあ、担当の番組は変わるんですけども、はい、生放送ですし、はい、もちろんこのスタジオはガラス張りで見えますから、はい、引き続きね遊びに来ていただきたいなとも思いますね。うん、まあ、じゃあでも、うん、最後に、はい、まあ、やってきた感想とかあ、なんかやってきた感想ですか、ね、はい、ラジオは私NBC では前も別の番組担当させてもらったりとかもしたんですけど、はい、サトルくんと生放送で2人でやるって聞いた時は、うん、なんでサトルくんと2人でやるのかなって全然そんな進行あったわけでもなくさ、いやーまあ確かにその知ってはいたじゃないですか。そうそう、お互いに知ってはいたんですよ。そのハラちゃんのことは知ってはいたんですけど、そうです、僕もこうディレクターさんからこう、お相手はハラちゃんで、今時を生きるのハラちゃんになります、はい、あんま喋ったことない、あのフリークの右側の人やん、ほぼほぼない。だからもう楽屋挨拶でそう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 、よろしくお願いしますみたいな、あ、よろしくお願いします、それしか喋ったことない。おー、はらちゃん、ほんとそれから、しかも友達の友達ぐらいの多分その遠さで、なんかはらちゃんはすごいいい
子だよみたいな、うんうんうん、真面目な人でみたいな、はいはいはい、その俺が大丈夫かなっていうより、うん、原ちゃん俺とやって大丈夫かなみたいな、あ、はい、あでもそれはあった、なんかサトル君面白い人だよよろしくねみたいなだから大丈夫かなと思ったけど、こうなんか、はい、はい、そうですね、ね、面白おかしくやらせていただきました。いや違う違う、僕がじゃなくてこの番組を、はい、そうですね、やらせていただきましたね、まあはい、そこから始まりましたけど、なんかまあ最初は本当斜め45度の角度から来るコメントをどう処理していいのかが全然分かんなかったんですけど、はい、そんなに木を照らってないよ。いや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 、いやそう思ってんの本当に、やばい、もう今となってはね、あのもうそのパーソナルカラー診断をしてもらう中になりました、はい、そうですよ本当に。サトル君はオータム着た方がいいって言ってるのめちゃくちゃダメ出しされてますからね、はい、あの、まあね、髪色どうのとか、いやそう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 、インスタチェックされて、はい、このシャツちょっと違うよ。あ、はい、わかりました。あ、ちなみに今日の髪の毛の色と今日の服の色はもう最高バッチリです。これはめちゃくちゃ意識しやっぱし、うん、いや今日めっちゃいいなって思ってました。これはこの色着ようよみたいなことをめちゃくちゃ言われてるんで、はい、もうめっちゃいいっすよ。ドキドキしながら来てますか、毎回。やっぱしめっちゃいいです。今日はもう最終回にふさわしい合格点でございます、ね、ありがとうございます、はい、どうですか、うん、サトル君はなんで結果がこれなの。いや、僕はですね、もちろんあのたくさん喋、らせていただいた中で、僕のあのなんていうんですか、新しい一面というのを引き出してもらえたこともありますし、はい、この番組を通して、なんかいろんなね、こう文化に触れれたというか、うんうん、この朝の番組ならではの、はい、空気感を味わえたっていうのもありますし、なんといってもこう原ちゃんを好きでいてくださる皆さんも僕のこうことを知っていただいて、うん、こうツイッターにメッセージをいただいたりだとかっていうことがすごく嬉しく思いますし、なんかこの番組を通して僕の中でもすごく視野が広がったような気がします、うん、本当に感謝しています、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、じゃあもうちょっとメッセージね、はい、せっかくいただいてるんでちょっとできる限り、はい、いきますよ。お願いします。あややさんからいただきました。ありがとうございます。サトルくん、はるちゃん、おはようございます。おはようございます。もうこれしかありません、はい、ただいまラジオ愛です。サトルくんとはるちゃんの掛け合いが面白くて大好きでした、はい、メッセージもたくさん読んでもらえて嬉しかったです、うん、多分30回以上読んでもらえて感謝でしかないです。すげー。スタジオにも遊びに行けてサトルくんとはるちゃんに会えて幸せでした、うん、終わってしまうのはとても寂しいですが、別々になっても頑張ってください。本当に楽しくて幸せな時間をありがとうございました。いや、ありがとうございました。ありがとうございました。さあこちら、コイキングさんからいただきました。はい、しくしく、ただいまラジオ終わるのか。悲しくて涙が出なかったけど。いや、そう、出てないんかい。終わるの寂しいです。ありがとうございます。楽しい番組だったから。でも2人別々の番組になるけど、これからもラジオで声聞けるのでよかったです、はい、サトルくんは昼の番組になるからよかったね。早起きしなくていいから。本当一番言ってたやつだ。うん、俺マジめちゃくちゃ気使われてんのかなと思って、それ。僕多分この番組始まってから1回ぐらいしか言ってないですよ、その、うん、朝早いですねぐらいは。多分テンションでね伝わってるんだよね。嘘嘘、ごめんなさい、うん、よかった、クビになんなくて。朝のおはようございます。はい、いや違う、言ったよ、おざーすぐらい。いやいや、そのテンションで言われたことないよ。おざーすって言ってるよ、高めに。そっくさ。青木里奈にめっちゃ突っ込まれてた、昔。言われてたよ。さあ、あの番組スタートのテンション低すぎる。そう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 。私笑顔大好きだから、これからもお互いに皆さんを笑顔にしていきましょうっていうコメントをいただきました。ありがとうございます。さあこちらはですね、テイカーさんからいただきました、はい、原さん、サトルさん、おはようございます。おはようございます。うわー、ラストですが、はい、原さんは毎週聞き取りやすく美しい声でメッセージを読んでいただき、はい、サトルさんは歌詞を書いてきたら音楽つけるよという無茶ぶりをされ、実際にラジオで歌っていただくなど、やったね、貴重な素敵な体験をさせてもらいました、はい、そんな2人のラジオをおよそ1年間見学させてもらい、うん、同じように見学に来られたファンの皆さん、うん、NBC の清掃員の方とも仲良くなれました。あ、確かに。あと制作陣の皆さんとラジオを聴いている皆さんにも楽しい時間を作っていただき感謝しています、うん、ラストのテーマはストレートに、ただいまラジオへの感謝と愛です、うん、1年半本当に楽しませていただきありがとうございました。みんな愛してます。 ありがとうございます。ありがとうございます。僕の方はもう以上でございます。あ、私はですね、戻りますよ、ジョアンナさんからいただきました、
コロナ生活を受け止めなきゃいけないのかなとモヤモヤしていた1年半前にただいまラジオが始まって本当に心の支えでした、うん、お二人のトーク楽しかったですよ。サンドのスタジオ見学も楽しかった、うん、リスナーさんともお別れのようで寂しいです、はい、私のただいまラジオ愛を受け取ってください。それぞれの次の番組も頑張ってくださいね、はい、これからのお二人も応援してます。ありがとうございます。さあじゃあちょっとだけ割愛させて、東吉郎さんからもいただきました。いつかいつかと思っていたスタジオ見学もできないままでした。残念です。他番組で叶えられたらなと思っています。だそうです。お待ちしてます。次の番組も。さあ最後いけるかな。みどりさんからいただきましたよ、はい、最終回となる今日のテーマ〇〇愛、自分の〇〇愛はラジオ愛です、うん、テレビよりネットよりラジオ、小さい頃から今に至るまで自分にとってメディアといえばラジオです。ラジオに対する愛情の深さから9月にも新しくラジオ専用機を買ってしまいました。もちろんラジオ愛にはラジオに携わる皆様、ラジオパーソナリティの皆様への愛も含まれています、はい、お二人のただいまラジオはほぼコロナの1年半でいろいろと大変だったと思いますが本当にお疲れ様でした。二人のコンビはこれで解消とのことですが10月からもそれぞれが新しく番組を担当されるとのことですね、はい、お二人とも引き続き頑張ってくださいというメッセージいただきました。ありがとうございます。全てご紹介させていただきました、はい、ありがとうございます。もうこれで終わってしまいますけれども、最後は、はい、いつものやつで。いつものやつとかあった？いや普通のこれよ。今日のお相手はリー・シャトルと。そっか、ああもう本番、これ本番、はい、本番よ。今日のお相手はフリーク悟と原直子でした。ただいまラジオありがとうございました。ありがとうございました。